秋保ビレッジは、宮城県仙台市大白区に所在する観光農業、施設。池田製茶株式会社、お茶の池田株式会社、秋保地区の農家が共同で運営する。秋保温泉街から東へ約1キロメートル、県道62号線沿いに位置する。県道と名取川に挟まれた約5ヘクタールの土地に、物産館や農園、庭園等が立地する。地元農業の支援。 里山の景観維持、新たな価値の創造を目的に、池田聖ちゃんが中心となって建設。今後、2016年を目途に、農家レストランの整備を行うほか、菓子等の製造拠点の立地も検討。農業の6次産業化の拠点を目指す。アグリエの森宮城県内では、最大級の純木造建築となる、約1600平方メートルの物産館。地元である、 仙台市や周辺の川崎町、村田町、蔵王町等の農家が栽培した野菜や柿、果物の直売所や、ジャムやドレッシング等の加工食品を販売するコーナー、吉久すやん、千日餅本舗、フードコートからなる。千日餅、野菜カステラの製造工房も併設されているほか、フードコートにはテラス席も設けられており、名取川を眺めることができる。 2016年11月には茶を使った足湯、ジャポプリンを開設。野菜や果物が栽培されており、収穫体験をすることが可能な農園。旧秋穂村の形を片切った庭園。ありがとうございます。